こんばんは、スポーツです。まずはサッカー J2 ロアッソ熊本です。昨日はホームでモンテディオ山形と対戦。終了間際に決めたのは守護神のこちらの選手です。同点ゴールに喜ぶ監督。昨日の試合、土壇場でチームを救ったのはゴールキーパー佐藤です。まあ、もうホームで絶対勝ちたいっていう気持ちだけで、まあ、本当に夢中で飛び込んだだけです。佐藤は去年、鹿島アントラーズからロアッソに移籍。正ゴールキーパーとして昨シーズンからほとんどの試合に出場しています。前半29分、ピンチを迎えます。あらららら、なんとか佐藤がクリアします。いや、いい判断で出てきましたね。はい、山形のコーナーキック。あ、先制されてしまいます。これはちょっと届かないですよね。さらに後半、苦しい時間が続きます。24分。おっと、ここは佐藤が落ち着いて抑えます。あ、危なかったですね。危なかったです。なんとか1点を返したいロアッソ。アディショナルタイムは4分。片山のクロスからコーナーキックのチャンスを得ます。はい、この場面でゴールキーパー佐藤も攻撃に加わります。ゴールは空にしてますからね。はい、リスクを負ってどうか。身長185センチの体格を生かしヘディングで決めました。貴重なゴールシーンなんでね、もう一度見てみましょう。はい、何度見てもいいですよね。はい、よし、気持ちがいいですね。いいですね。素晴らしい、この監督の喜び。Jリーグ史上8人目となるゴールキーパーの得点で追いついたロアッソ。佐藤の攻守にわたる活躍で引き分けです。プロになってから1点は取りたいなって、まあ、冗談半分思ってたのが今日、まあ、こういうふうにかなって、まあ、勝利にはつなげられなかったですけど、まあ、よしとしましょう。はい、ゴールキーパーの、ね、攻撃参加って当然自分のゴールは空っぽにしているわけで、はい、非常にリスクは高いんですよね。でもそのリスクが実って、でも J リーグ史上で8人目、8人目ですね。これは珍しいものが見られましたよね。そうですね、ヘディングで決めたのは2人目。そうですか。確かロアッソ、ね、前節も終了間際に追いついてたんですよね。はい、そうなんですよ。守備陣が得点決めて引き分けっていうのが2試合続いてますから、あとは、ね、攻撃陣が決めてくれれば勝利になるんじゃないかなと思いますね。さあ順位表です。ロアッソ3試合連続で負けなしとなりました。はい、1勝2分けで8位になっています。負けなしってのはいいですね。そうですね。次節、今月19日日曜日にアウェーで J1 から降格してきたアビスパ福岡と対戦します。マンデーロアスです。サッカー明治安田生命 J2 リーグ、ロアッソ熊本は昨日ホームでモンテディオ山形と対戦しました。キーパーの佐藤が J リーグ史上8人目となる快挙を見せました。勝ち点4で並ぶモンテディオ山形をホームに迎えた一戦。試合は前半10分、山形のスルーパスからのシュート。ここは守護神佐藤が好セーブを見せます。前半30分の相手のコーナーキック、先制点を許します。気持ちを切らさないよう仲間を鼓舞する佐藤。相手リードで迎えた後半6分、牧が外へ出したボールに島田、ゴールを割ることはできません。さらに八久保が得意のドリブル突破、シュートにはならず。試合時間も残りわずかとなったアディショナルタイム。片山のクロス。
チャンスを生かせず片山この悔しがりようです。その直後のドアスのコーナーキックでした。ここで注目が前線まで上がってきたキーパー佐藤、頭で合わせ同点ゴール。 J リーグ史上8人目キーパーのゴールがスタジアムを沸かせます。まあ、当然あの時間帯でゴールキーパーが上がるってことは点を取りに行ってますし、最後まで諦めない姿勢っていうのは見せれたかなっていうふうには思ってます。あのプロで1ゴールは決めたいなっていうふうには、まあ、思ってはいたんですけども、それが今日になったんでいい思い出にはなったかなと思ってます。まあ、ゴール決めるってこんなに気持ちいいんだなってつくづくフォワードを羨ましく思いました。2試合連続アディショナルタイムで同点に追いついたロアスト、山形に1対1で引き分け、順位は8位となりました。ロアッソ、次は今月19日の午後2時からアウェーでアビスパ福岡と対戦します。続いてはロアッソです。昨日はホームで山形と対戦、前節と同じ、いや前節以上に劇的な引き分けでした。前節は試合終了間際に同点に追いつき、開幕から1勝1引き分けと2試合負けなしのロアッソ、元 J1 クラブの山形を相手に牧が今シーズン初スタメン。前半30分、山形のコーナーキックから先制を許します。後半は5分に島田のクロスを牧が折り返しゴール前。7分、牧が懸命に粘って島田のクロス、最後の爪をかきゴールを奪えません。しかしアディショナルタイムでした。片山のクロスからコーナーキックを獲得すると、ゴールキーパー佐藤も前線へ。そして上里のキックに合わせたのはなんとその佐藤。あの時間帯でゴールキーパーが上がるってことは点を取りに行ってますし、驚きは皆さんあると思いますけども、個人的には点を取りに行ったので、そこの部分に関してはまあ狙ってたのは当然だと思ってます。佐藤の人生初となるゴールで同点に追いつき、試合はこのまま1対1の引き分け、開幕から3試合負けなしです。まあ、ゴール決めるってこんなに気持ちいいんだなってつくづくフォワードを羨ましく思いました。次の試合は今月19日日曜日、アウェーでアビスパ福岡とのバトルオブ九州です。では続いてはサッカーです。2試合を終えて負けなしとまずまずの好スタートを切った今シーズンのロアッソ、ホームに山形を迎えた試合は劇的な結末を迎えました。先発メンバーに牧、八久保、ルーキー林を今季初めて起用するなど、前線のメンバーを入れ替えたロアッソ。しかし前半30分、コーナーキックを頭で押し込まれ、山形に先制点を許します。後半ロアッソは新外国人のグスタボを投入しますが、チャンスを作れません。迎えたアディショナルタイム、コーナーキックを蹴るのは上里。ゴールを決めたのはなんとキーパーの佐藤、見事に頭で合わせました。前節と同じく終了直前に同点ゴールを決めたロアッソ、無敗をキープです。まあ、ゴール決めるってこんなに気持ちいいんだなってつくづくフォワードを羨ましく思いました。強いチームと続きますし、自分たちは常にチャレンジャーだと思って、また1週間いい準備して全力で勝ちに行きたいと思っています。J2 熊本対山形の試合で驚きのプレーが飛び出します。試合終了間際、1点を追う熊本、するとキーパーもゴール前。キーパー佐藤が同点弾、佐藤がプロ初ゴールを挙げました。ガッツポーズ。